ボルヒエナは、中心予前期の約1750万年前、1550万年前の、パタゴニアやアルゼンチン、そしてチリ生息した後、獣下綱、有体上目、ボルヒエナ科に属する、肉食獣。かつては、カ狼とも呼ばれた。ティーサーダンにレトレム、ボレナツベラタの、復元姿ボルヒエナは、 新生代中盤の南米大陸において現代の大型食肉目に相当する活動的な肉食動物だった。特徴的なのは大きくて頑丈な頭部とそれを支える太い頸部で見た目に違わず強力な武器であった。最も完全な標本は体重 23kg、肩高 50cm だった。足裏行政であったため動きは 原生のハイエナと比較しても鈍重であったと思われているが、それでもベタ足なりに走行性能を高めていたらしい。同様に足裏妖精で鈍重な夕日詰め類のホマロドテリウムなどを襲っていた可能性がある。肉食獣の例に漏れず、本種も不肉食を行うことがあった。やがて、恐れ鳥類よりも先に絶滅を迎えたが、その原因は不明。ありがとうございます。